今子供電話の子供電話相談室のどうぞっていうのがありましたけど、私はですね8月は8日の日、8日はあの A 先生が、はい、自分で先生って言ってる、私があの坊やたち夏休みの子供たちを相手に悪戦苦闘しておりますので、はい、それはそれでお楽しみください。さあそれでは第9回になります会いたい特集なんですが、実はもうここ数えるとですね230何通と読ませていただいてるんですが、あのオンエアしてないたくさんの手紙があります。で今日は僕はその中から戦争に関わっている、8月ですから、8月って8月の目の前ですから、戦争に関わって会いたいのお手紙を今日は読ませていただきます。もちろんそうでないお手紙がたくさんあるんですが、今日は戦争ということに、絞っていきたいと思います。でその前にあの戦争と関係がないんですが、あのいろんな会いたいがあって、この方はあのホームレスの方で、ラジオを聞いていますという方がいらして、はい、会いたい人がいっぱいいるんだけど今の環境では会えないとい う、 うん、でこれほら雨宮さんの時なんですよね、雨宮さん行ってらっしゃいという、はい、匿名希望ですという方がいらっしゃるかと思うと、川口の戸塚中兵衛さん、妻との離婚からもう4年、たまに娘に電話をすると娘は離婚した父親とどう付き合っていいかわからないといい、会話もそらずらしいものになってしまいます。私にとって初めての孫も早幼稚園児、そしてわんぱく小僧になっているといいます。毎日でも会いたい、おじいちゃんと呼ばれたい、お前を抱き上げたい、頬ずりしてやりたい、お前に会いたい、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 会いたいでしょうね、はい、こういう環境でなくたって夏休みに孫に会えるというおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいるんですからね、お宅は大丈夫ですか？はい、うちは帰ります。孫をおじいちゃんおばあちゃんに見せる。それからこちらは伊勢原市の柳田さん、5歳の息子が会いたい人がいます。それは足柄山の金太郎です。でどうしても会いたいんだけれどもあのいないのよと、もう金太郎は死んじゃったのよって言ったんでしょうね、じゃあ僕も死んで金太郎のところに行くと言っております。いい、そうだから死ぬことをどういうふうに説明していいのかと、柳田さんは考えてます、金太郎じゃなくて三太郎で我慢していただいてこの後もお楽しみいただきましょう。はい、そうです、土曜ワイドです。でこの後11時になります。びっくり箱会いたいです。セブンイレブン、いい気分。脂が乗った柔らかうなぎが丸ごと一匹、特選うなぎかば焼き弁当。セブンイレブンが11時をお知らせします。土曜ワイドラジオ東京、 TBS ラジオ A 六助その新世界、六助びっくり箱、健康と真心をお届けするカルビー JA 岩手県経済連がお送りします。私岩手の田んぼです。今日も元気です。だから農薬はほんの少しでいいんです。その代わりたくさんの有機肥料を使ってもらってます。だから元気いっぱいです。真面目な田んぼが作りました、岩手純情米。皆様のおはがきをご紹介します。六助びっくり箱、今週はあの人に会いたいパート9-9です。はい、それではあの後で戦争に関わる会いたいをですね今日は特集させていただきます。でそうでない会いたいのちょっと代表的なのをいくつかご紹介します。お名前を伏せます。娘は8歳になりました。私が両親の離婚の理由を知って父親を憎んだ年です。こんな頃からそんな気持ちを持っていたのかと明るく素直な娘を見ていてしみじみ思います。会いたいが聞けてよかった、楽になれました。八王子の坂本泉さん、会いたいというとご先祖様に会いたい、ご先祖様に集まっていただいてそこへ行って、これお盆のことですよね、はい、あの世の人と会いたいという、はい、そういう発想ですね。それから墨田区の飯村さん、その昔歌舞伎座の一幕見で顔なじみになっていろいろと教えてくださった安藤鶴夫さんに会いたい、はい、でこれ安藤さん去年じゃない先週ご説明しましたけど、新宿の資料館で安藤鶴夫さん特集をしておりますから、これはあの入場無料ですので、お出かけください。安藤さんにそこ行くと会えます。で若い時の私にも会えます。
はい、なんか並んでました。そちらも楽しみに、はい、お盆ですのでお寺さんは忙しいんですが、7月の中旬、それから旧でいうと8月の中旬、お寺さんが忙しい時に私の方に仕事が回ってきますというこの方は千葉県銚子市の日本キリスト教団銚子教会の米沢さんという牧師さんから、はい、この方もずいぶん古くからお手紙をくださるんですが、先日少年院に行ってきました。そして、会いたいの曲をかけて話をしてきました。今君は誰に会いたいのかと少年院の子供たちに言いました。で、君たちがここ出たら会いたいよと言ってきました。いい牧師さんですね。でこの牧師さんがお手紙の中にあるんですね。お盆の時にはそういうところでお坊さんもよく行ってるんだけど、ほらお坊さんにお檀家回り忙しいから、そういう時にはキリスト教の方に仕事が回ってきますという、はい、でこういうふうにいろんなジャンルのいろんな会いたいをいただいておりますが、本日は、戦争の影のある会いたいを読ませていただきます。嘆くの坂尾久美子さんです。私と兄は16歳も年が離れています。戦争に行く前の夜、愛おしそうに私を抱いていたと母が言ってました。兄はそのまま帰ってきませんでした。ですから私は写真でしか知りません。海軍の軍服姿も凛々しく、いつも茶の間の鴨居の上の額の中から私たちを見守ってくれています。南方で戦死したと聞かされていたのに、最近になって寒いシベリアで捕虜になって亡くなってということを知りました。そんなことってあるんですね、うん、寒かったでしょう。兄さん会いたい、次会いたい新明さん、新しく開けるというふうに書いてらっしゃいます。横浜市神奈川区の新明さんでしょうね。会いたい、私が誕生した時にすでにあなたはいませんでした。お互いに一度も顔を合わせることなく早60年が経ちました。人づてにあなたは大蔵省を中途退職し、貿易省を営んでいた時に取引をしたいと業者が置いていった中国製の高価な花瓶が命取りになって、戦争目前の情勢の中、手柄を立てたい警察にスパイ疑惑で拷問にあって亡くなったと聞いています。この世に残された私もちらちらとそちらのことを考えることが多くなりました。先日あなたの血を受けた孫4人とそれからひ孫6人で私の還暦を祝ってくれました。そんなわけでもう少しこの世にいることにします。どういう事情か知りませんけど、警察でスパイ疑惑で拷問にあってってあるんですね。戦争中はこういうことが、ちゃんとした裁判も何にもなしでね、えうちに中国製のものがあるっていうだけで国賊になっちゃうんですからね。怖い、怖いです。こちらは熊谷市のみのるさんです。昭和19年1月、父は戦病死しました。母は身重の体でリアカーに焚き木を積んで火葬場へ行ったそうです。その1ヶ月半の後、3月私は生まれました。名前は父の遺言でこうなりました。小さい時はからかわれ嫌な思いをたくさんいたしましたが、私と父をつなぐせめてもの絆が私の名前だと思っております。母は私以上に多くの苦労をいたしました。苦労をするために生まれてきたような母でした。これちょっとご説明しておきますが、このミノルさんって女性なんです、はい、だけどお父さんが、戦病死の時の遺言が、ミノル、はい、男だと思ったんでしょうね。で、女の子なんだけどミノルって名前を、父との絆だと思っております。郵便番号で言いますと263小武家町の小沼邦則さんです。沖縄戦で国力がなくても一生懸命に後方支援をし、米軍が上陸をしてきた時に、
私たちの体をケトーに生きて触れさせるものかといって自決していった女性たちがいます。その人たちに会ってお詫びを言いたい。越谷市の米山逸子さん。熊本県水俣市にいる母に会いたいです。2年会ってないだけなんですが会いたいです。89歳はの母はいつも軍服姿の亡き父をテーブルに、写真ですね、テーブルに置いて向き合ってご飯を食べています。うん、見るのつらいね。軍服姿の亡き父と向かい合ってご飯を食べています。今日は戦争に関わっているお手紙を読ませていただいています。277、これは千葉県ですね、柏市の加賀美真美さんです。私の会いたい人は母方の祖父母です。私が生まれるはるか以前、母がまだ幼い頃にフィリピンのダバオで亡くなりました。祖父は捕虜としてダバオに家族を連れて渡り、そして伝染病に倒れました。祖母は夫についてダバオに来て、2人の姉妹から5人姉妹の母となりましたが、3歳の末っ子を背負っていた時に敵の空襲に遭い、機銃掃射を浴びました。末っ子は背中で即死しました。祖母自身も大怪我をしました。湿気と暑さで傷口にうじが湧き、痛みと苦しみの中で亡くなった祖母に会いたい。いやー、ライツ戦争ってもうこれだからやだね。はい、次、越谷市の大島よしえさんです。6年生の夏に転校した広島の小学校、担任だった沢崎先生に会いたいです。戦地で負傷した右足は義足でした。広島市の勘誘無番地という勘誘、勘が持っている無番地、番地がないんですね。ゼロ番地っていうのもこういうことなんでしょうか。勘誘無番地という住所に住んでいた在日朝鮮人のクラスメートがある日突然姿を消した時に、お父さんの故郷に帰ったんだろう、お父さんは日本に好きで来たわけじゃないんだから、みんなあいつのことを忘れちゃいけんぞと目を赤くしておりました。ダジャレと下ネタが大好きだった先生でした。正義の戦争なんてものはありゃあせん、戦争はいかん、お前たちが大人になったら絶対に戦争なんかしちゃいかんと言った先生、両親も兄弟も20年8月6日一瞬に亡くなりました。8月6日、はい。次、この方は浦和市の加藤英子さんです。私の会いたい人、それは女学校時代、慰問文を学校から出した時にご返事をいただいた、これ軍事郵便なんですね、海軍の兵隊さんでした。戦局も激しい昭和19年の秋、最後に手にしたハガキには、丸月丸日丸丸初、これ分かります、つまり日にちも場所も言っちゃいけなかったんですよ、どこに自分がいるかっていうことが、はい、だから丸月丸日丸丸初、聖あらばまた、軍艦熊野、海軍一等飛行兵曹田中翔次郎と書いてありました。太平洋の彼方で無念の死を遂げました。桐生中学からの志願兵で、国を愛する女学校2年生の私との青春の1ページです。今戦争に関わるお手紙を読ませていただいています。このところ9回目になっているので、きちんとした説明をしてませんでしたけれども、改めてここでその会いたいの CD についてちょっとお話をしていま いきます、歌っているのはアトミさんです。 ATOMI アトミさんで、作曲は穂口さんですね。
この方はもうじき春ですね、もうすぐ、はいはい、あの春一番の作曲家です、はい、で歌詞は会いたい会いたいと繰り返しているんですが、その繰り返している会いたいをあの作りましょうと言ったのは私ですが、それ作詞とはとても言えません。でも会いたいです。でこれがですね、このものはレコード屋さんという言い方もなくなって CD 屋さんというふうになってるんでしょうけれども、インターネットでも購入することができます、はい。郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして会いたいの CD を購入希望と明記して、これはファックスの方ですが 03-3403-8336 までファックスしていただきたいと思います。インターネットの方はボーカル COJP にアクセスしてくださると、そこで分かります。どちらも送料及び消費税込みで1300円です。これ穂口幸さんの方からあのそういう買い方もできますよと、あのレコード屋さんに行ってなかったとか、あの取り寄せるのに時間がかかったとかという、あのお手紙がいろいろ入りましたので申し上げておきます。インターネット、ファックスでもあのお買いになることができます。これが穂口幸さんの方からのファックスです。で同じことなんですが、本が、同じように本屋さんに行ったんだけども、石原裕次郎さんだったとか、あのなかなか探せなかったとかということがあってご迷惑をかけました。本をたくさん、はい、本についてのお手紙はまた別にいっぱいいただいております。本当にありがとうございました。で、それが重版ができましたので、はい、あのご迷惑をかけないで済むかと思います。はい、そのですね、重版出来上がりました。会いたいの本です。お待ちいただきましたお詫びの印にですね、改めて番組を聞きの方10名様に大和書房版会いたい、この本をプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ A6 助の土曜ワイド、会いたいの本プレゼントの係、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ A6 助の土曜ワイド、会いたいの本プレゼント係、こちらまでお寄せください。7月30日来週金曜日の締め切りとさせていただきます。発表は来週のこの時間にお知らせいたします、はい、あの本についてのお手紙も実はたくさんいただいておりまして、横浜市緑区の堀内幸子さんから、本屋さんに行って会いたいを探してきました。一番最初から見読もうと思っていたのが野崎玲子さんの、あの会いたいでした、はい、それはなぜかというと加藤武史さんの朗読が、忘れられなかったからです。大工さんの話ですね、で、私も加藤さんのように、周到に読んで聞かせました。だこういう形であの買ってくださる、本を探してくださる方もいらっしゃるんですね、あの野崎玲子さんの職人さんの、それを加藤武史さんがまたなんていい手紙だって言いながらあの読んだ、それを声を出して読みたかったので本屋さんに行ってきましたと。ありがとうございます。さあそういうわけで、あの実は会いたいのお手紙が大変、つまりびっくり箱という形でいただいてるんじゃないんですけども、毎週毎週会いたいが寄せられておりまして、はい、それがあのどん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 たまって、その中から今日は戦争に関わっている会いたい、戦争の時の会いたいというふうにあの限って今日はご紹介しています。上尾市の戸川二郎さんです。母は44歳の時に西宮で私を見ました。そして8年後、退役軍人であった父が亡くなり、戦争も激しくなったために岡山県の田舎に疎開し、終戦を迎えました。終戦までは父の恩給で食べるだけの小作米、あるいは満鉄ってわかりますか？満鉄の株の配当でなんとか生活ができました。戦後はそれらが全部ダメになって、そうだろうね、満鉄の株なんかダメになったでしょうね。ダメになり、タケノコ生活に移りました。しかしそれも長続きするはずもなく、近所の店に駄菓子などの商品を卸してもらって、それを背中に背負って行商を始めました。60歳の母には風呂敷に包んだ重い駄菓子が肩に背負って山道を歩いてのこと、大変だったと思います。大して収入にもなっていなかったと私は思います。でもそうして私は育てられました。母は24年前に岡山の田舎で84歳で亡くなりました。私はその時青森に住んでいて、しかも稚内に出張中でした。母の死が急だったのと、私の出張ということが重なって死に目に遭うことができませんでした。母の臨終の言葉は会いたいでした。臨終の言葉が会いたい、
このその時には稚内にいたんですから、しょうもないですね。いや本当にあの戦争に関わると本当に戦争で幸せなんて人は一人もいないんですけれども、うん、辛い状況がそこにあの背景としてねあって、今平和だから、いいなと思いながら、本当に平和かっていうとどうも平和ではない、はい、この間あの井上久志さんが、言ってたように、戦後ではなくて戦前ですね今日この頃はという言葉が、だん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 本当にそうなのかなというふうに、思えるようなことがよく続いてます。なんだかで、なんかみんなくたびれてる、それでお父さんもお母さんも。でなきゃね、昨日のあの全日空のことだって嫌なニュースですよね、はい、本当にあのひどいニュースなんだけど、この国はどうなってしまうのでしょうかというような不安もあるけれど、でもそのことを心配して怒ってらっしゃる、あるいはなんとか頑張りましょうというお手紙も実はたくさんいただいております、今日はお昼過ぎの方で、桜井純さんと野坂昭一さんと、はい、ちょっとその辺の君が代を中心にしたお話、そしてあの歌っていうのは童謡にしても唱歌にしてもそうなんですが、文部省唱歌を文部省が歌わないようにっていうふうにしちゃったんですね、で一方で歌えって言ってるのが国歌なんですよ。で我々は子供の時にそれが箱根八里だろうが何だろうが文部省唱歌の意味がわからないまま歌ってて、で大人になってから、あるいは青年になってから、あそういうことなんだっていうふうに暗唱して歌ってました、いっぱい、はい、あの文部省唱歌を。でその話とそれから、童謡が勝って北原白秋、西条八十、野口雨情というような詩人たちがみんなで童謡を書いたのはなぜなんだっていうことは、詩を書くと捕まっちゃったからなんですよね。さっきも拷問を受けて亡くなったお父さんという方がいらしたけれども、つまりそういう状況を話しながら歌と、それから我々の平和暮らしっていうものを、あのこれは午後にあのお話をしたいと思います。そこであの小宮正吉さんのどうしたらいいんでしょうということにもあのご一緒にね、あの宿題として考えていければと思います。会いたい